関係代名詞、えー、制限用法、えー、限定用法という言い方をすることもありますと非制限こちらも非限定用法というふうに呼ぶことはありますがこの2つの用法について今日は解説をしたいいと思います。<laughs> A 分の12を見てください。 というふうにあるんですが1と2の差はここにあるカンマがあるかないかだけですこのカンマがあるかないかだけで、えー、とこの2つの英文は大きな意味の違いを、えー、持つことになります、えー、訳し方の違いということだけであればカンマがなければ後ろから訳すつまり who live in the United States、えー、この箇所をですねカッコでくくってあげて 先行詞のにをかける合衆国に住んでいる二人の娘がいるってことになります。でカンマがあればカンマまでで一旦切って残りの箇所を訳すということですからここで一旦切るつまり彼には二人の娘がいて、えー、彼らは合衆国に住んでいるってことになります、はいえー。ではこれで分かったことになるかということなんですがはいえー、っと <laughs> そもそも。 関係代名詞の「I know the boy who is reading a book」というのは一体何のためにこの「who is reading a book」という、えー、表現を使っているのか、えー、ここからまずは考えてみたいと思います。えー、例えば「I know the boy」というふうに「あの男の子知ってるよ」というふうに、えーまあ、言った時に聞いてる方が「どの子よく分かんないといっぱい男の子いるじゃない」ってことですね。でそれにに対して who book is reading a book という,ふうに、えー <laughs> 関係詞をつけることによって、本を読んでいる男の子を知っているよと。つまり、ここでたくさんいる男の子から、他と区別するために、えー、限定をするために、この Who is reading a book という表現がついているということです。えー、つまり、関係代名詞は、えー、他と区別をするために、えー、名詞を限定する、えー、というところに、えー、本質的な働きがあるということです。 では先ほどの「He has two daughters who live in the United States」というのがカンマがついていない場合とついている場合でどう違うのかということをもう一度考えてみましょうここでカンマがついていないということは限定するということですから合衆国に住んでいる2人の娘がいるつまり娘さんがたくさんいて何人いるかわかりませんけれども 合衆国に住んでいる二人の娘さんがいるんだよというふうに限定しているのが英文の一であるということがわかるかと思います。それに対してえっ、ー、と下は限定しないわけですからここで一旦切れる。つまり彼には二人の娘がいてそしてこの二人ともが合衆国に住んでいるんですよという意味になりますね。はいえっ、ー、と英文の四えっ、ー、とさらに他の例も考えていきましょう。 通常、えー、関係代名詞の先行詞が固、えー、有名詞になるということは非常に、えー、珍しいですけれども、えー、こういう場合も、えー、と非限定予報であればありうるということですね。ジョン F. ケネディ、e、えー、who was the 35th president of the United States, was assassinated in 1963というふうにあります。 ここでカンマがなければどういう意味になってしまうかっていうと,、えー、と合衆国の第35代35番目の大統領である JFK、えー、ジョン・ F ・ケネディということになるのでそうするともしカンマがなければたくさん JFK がいてどの JFK だってことを区別するためにいやいや、えー、と35番目の合衆国の大統領の JFK だよ。 というふうに区別をするってことになりますが、通常はもうジョン F ケネディといえば、ええー、まあ暗殺をされたあの大統領だということになりますから、一旦ここで切る。つまり限定をするためにこういうふうに JFK がたくさんいて、ええー、とそれを区別して、ええー、とこれだというふうに限定したいために使っている表現ではない。 で通常はカンマがつくとということですね。そうすると JFK 彼は、えー、と合衆国の35代大統領だけれども1963年に暗殺をされたよと,、えー、という意味になりますでは固、えー、有名詞が先行詞の場合に必ずカンマがあるのかというと非常にまれな場合にはそうでないというケースも出てきます例えばたくさんいろんな例えばトムさんがいたとして まあ4人ぐらいのトムさんが、えー、と同じ名前のトムさんがいたとしてで例えば歌を歌っているトムは私の友人だよっていうふうに限定したければトム Who is,、uh, singing? というふうに <laughs> えとカンマを使わないで、えー、いろんなトムがいるから紛らわしいので歌を歌っているトムはね私の友達だよ is my friend my というふうに使うことも、まあえー、ないわけではありません。ただ通常、まあ、こういう名詞が出てきたら、えー、他特別をするというよりは、えーまあ、1人しかいない人間について話をしてそしてそれに対して追加説明を加える、えー、このカンマがついている方が、まあ、一般的だと言えるでしょう。さてこのカンマがあるないということで、えー 限定用法なのかそれとも非限定用法なのかによって大きく意味が変わっていく例が次の5番と6番です。例えば5番ではここでパッセンジューズを限定するわけですね。そうすると怪我をしないで逃げた乗客は few ほとんどいなかったというのが5番の意味になります。えー、怪我をせずに逃げた 乗客がほとんどいなかったということですね。とということはどういうことを表しているかというと乗客がまあ何人乗っていたかはわからないけどこの中で無傷で逃げた怪我をしないで逃げた乗客はまあほとんどいませんでしたよという話になるわけです。それに対して英、えー、文の5の方を見てください。エアは「few パッセンジャーズで一旦切れるということですね。 乗乗客はほとんどっってなかったつまり乗客はほとんど最初から乗っていなかったということです。でそして、えー、っと彼らは左から右に意味が流れていきますから彼らはぜ全部要するに逃げた、えー、怪我をせずに逃げたつまり怪我人はこちらの方は怪我人がゼロということを表しますね、えー、5番の方は怪我をせずに逃げた乗客っていうのはほとんどいませんでしたってことだから怪我人が たくさんいる、多数出たという話になります。カンマがある、ないで、これだけ大きな意味の違いを生んでしまうところに注意をしてください。えではここまで。